菅原知恵は、日本の AV 監督、アダルトビデオプロデューサー、実業家。アダルトコンテンツ流通業ソフトオンデマンドの元取締役社長。アダルトビデオメーカー SOD クリエイトの元社長。宮城県仙台市の高校を卒業後、上京。1996年にソフトオンデマンドに入社。女性の進出が極めて少ない業種である AV 業界に飛び込む。 高橋が、なりの時期弟子として、数多くの作品制作に携わる。一年後に、初めてのキスで監督デビュー。大ヒットシリーズとなった、SOD 女子社員シリーズでは初期に司会として出演。監督業の他にも社長業、プロデューサー業に携わり、制作部門を取りまとめた。1999年に、ハムレット株式会社代表取締役に就任。 2007年5月、ソフトオンデマンドの取締役社長に就任。就任後は、制作部門を離れ、流通や販売業務に専念。その他、就任直後に AV オープンの自社買収行為が明るみとなり、当時の SOD クリエイト代表取締役、井上和史が謝罪を行うといった不祥事があった。2013年に、 井上和志の社長就任と入れ替わる形で17年間、勤めたソフトオンデマンドを退社した。ありがとうございます。